はい、どうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。今回はカテキョウヒットマンリボーンから、ボンゴレ01も雨の守護者、山本武史の扱う技について死ぬ気で見ていきたいと思います。山本は波中の野球部でマフィアや抗争など縁のなかった人物でしたが、綱と出会ってからは様々なバトルに巻き込まれ、持ち前の運動神経と反射神経を活かし、父親やリボーンやスクアーロといった凄腕の人物たちに剣技を教わり戦闘能力を上げていきました。そこで今回は山本武史が一体どのような人物なのか、どのような剣技を身につけていたのかを見ていきましょう。山本武史、綱の親友で補習仲間でもある、波森中学校の同じクラスの男の子。4月24日生まれの牡牛座で血液型は O 型、年齢14歳、身長177センチ、体重63キロ。波森中学の野球部員で日課はバッティング場通い、将来の夢はプロ野球選手です。寿司屋を営む山本剛を父に持つ日本人で、店の名は寿司屋竹寿司。好物は寿司、好きな飲み物は牛乳、好きな楽器は和太鼓。父親の寿司屋を手伝っており腕は立ちますが、他の料理はいまいちの模様。性格は優しくおおらかで相当な天然かつ気楽な性分でいつも笑顔を絶やさない明るい性格です。そののんびりした挙動の反面、危機的状況では鋭さを覗かせることもあり、根はかなりの負けず嫌いなところもあります。また滅多に起こることもありませんが、仲間を傷つけられると怒りをあらわにします。そのため人望も非常に厚く、クラスではヒーロー的存在となっていました。運動神経や反射能力は抜群で飲み込みも早く、力を伸ばすための努力も怠らない一方で、独自の感覚的解釈で覚えてしまうため、他人への指導は不得意としています。そして野球への熱意は人一倍強く一度野球の動作に入るとたとえ子供の遊びでも加減ができなくなる癖があります。このような性格に加えて運動神経も半端なく、野球も上手いため同じクラスの女子人気は高かったです。しかし一度は腕の怪我で野球を諦め、飛び降り自殺を図ったこともありましたが、死ぬ気状態の綱に命を救われて親友となっていました。綱とは補習仲間でもあり、学校の成績は芳しくないですが、野球に専念しすぎているため頭は決して悪くなく、勉強すれば普通にできてしまいます。喧嘩も強く風太の波森中喧嘩の強さランキングでは極寺を上回る2位となっていました。誰とでも笑顔で親しく付き合おうとしますが、極寺隼人には一方的にライバル視されており、何かと喧嘩が絶えない仲となっていました。ボンゴレファミリーの一員としてはボンゴレで一物雨の守護者として加入しており、武器は山本のバット、しぐれ金時といった日本刀で主に近距離戦闘を得意とし、身体能力と人望の厚さをリボーンに気に入られ、ボンゴレファミリーの一員として数えられていました。そのため半ば巻き込まれる形でマフィアの抗争に関わっていくことになりましたが、明確な説明がなされていないこともあり、本人はさっぱり事情を理解していないため冗談や遊びだと思っていました。そのため国領との戦いの前では、その戦いをただのマフィアごっこだと思っていた模様。ですが剣士としての実力に関してはリボーンから、生まれながらの殺し屋と評価されており、スクアーロからは将来性を見込まれており、ヒバリからも一目置かれるなど、実力者からの評価は高いのですが、山本はあくまで野球選手になることを目標にしていました。しかしボンゴレリング争奪戦では、相変わらず事情はよくわかってはいませんが、自分がやらなければならない戦いが遊びではないことや、仲間たちと勝つべき大切な戦いであることについては自覚しているようで理解していました。続いては山本武史の扱う武器や技について見ていきたいと思います。山本のバット、リボーンが山本のためにボンゴレ企画開発部に発注していた打の武器。普段は野球バット型の望遠鏡ですがヘッドスピードが時速300キロを超えると日本刀に変形する特殊なバット。命名はリボーンであり壊れてもスペアがあるため何度でも替えが効きます。マイクロハンマー、リボーンが山本のためにボンゴレ企画開発部に発注していた岩尾木砕く刀の武器。リボーンの手のひらサイズで野球ボールの形をしていますが、投球すると瞬時に周りから無数のトゲが突出し、目標物にぶつかった瞬間爆発します。ですが一度登場して以来、出番のない武器となっていました。しぐれ金時、普段は鋼鉄製のしないですがしぐれ総炎流で抜いた時のみ刀身が潰れて真剣に変形する特殊な日本刀。しぐれ総炎流継承者が代々受け継いできたため、山本武史は父親の山本剛から譲り受けていました。
なお10年後の山本は使っていたアメ系リングとは相性が悪かったためか使用していなかった模様。ローンディネディピオッチェ。アメの炎をまとったツバメを出すボックス兵器。アメの炎の鎮静作用は相手の炎を弱体化するため攻撃防御ともに有効です。また、大気中の水分でアメを降らすこともできます。高速飛行ができ力以外の能力は全て高いため、極めて高度な3次元戦闘能力を秘めたボックス兵器です。現在の山本はスコントロビローンディネの技の入りの際に、このボックスを前衛に配置して威力を上げていました。加点座。大量の水を吹き出して水のバリアを張り、相手の炎の攻撃を打ち消すことができる技。ローンディネディピオッチェバージョンボンゴレ。アメ属性のボンゴレボックス。通常のローンディネディピオッチェのボックス兵器をボンゴレの最新技術によって改造したもので基本的な性能に変化はありません。山本はこのボックス兵器をツバメ返しで有名な佐々木小次郎から名付けて小次郎と呼んでいました。カーネディピオッチェバージョンボンゴレ。通常のカーネディピオッチェのボックス兵器をボンゴレの最新技術によって改造したもの。戦闘力は高くはなくアメ属性の小型な3本を運搬するのが主な仕事となっています。山本はこのボックス兵器をカラフト剣のジロから名付けてジローと呼んでいました。3本の小刀はアメ属性の炎をまとうことで巨大化し、またその円圧を利用しての飛翔や急加速が可能となっています。アサリウゲツの変速4頭。ローンディネディピオッチェバージョンボンゴレがシグレキントキと合体して完備をフォルマした超頭と、カーネディピオッチェバージョンボンゴレが運搬する小刀3本を使う4刀流の剣術。シグレ総炎流の型を最大限に強化するほか、自由の型などオリジナルの型も存在します。アメのネックレスバージョン X。ボンゴレリング20年後のベルデによってボンゴレボックスをリング化したアニマルリングと、ボンゴレプリーモの血であるバツを加えてタルボが加工したことによって生まれ変わったその守護者専用のボンゴレギア。最初は岩のような状態になっていますが使用者の膨大な炎で使用者に見合ったアクセサリーに変化します。山本は白蘭の手で回復した直後にギア化させていました。通常は次郎の顔をあしらったネックレスになっていますが、完備をフォルマするとは服を身にまとい二刀流の刀で戦います。左手の刀次郎は斬撃が通った空間を正確に嗅ぎ分ける能力を持っており、右手の刀小次郎は山本がイメージする立ち筋に同調して正確な斬撃を放ちます。しぐれ総炎流。戦国の時代に生み出された殺しの剣に、継承者は自ら最強を謳い、それを狙う刺客から守り抜くことを宿命づけられています。故に才能のある継承者が途絶えた時は失われる危険性もあることから、滅びの剣と例えられています。複数の弟子が継承することも可能ですが、師が弟子に型を教えるのは一度きりという掟が存在します。また、継承者が型を一つずつ開発することが最終試練であり、同じしぐれ総炎流を名乗る者の型が異なる分派が複数存在します。山本武史は分派の一つを父の山本剛から継承しており9代目となっていました。継承時点で型の内訳は公私ともに4種ずつで、10と11の型以外は全て雨の降り方の呼び名に由来しています。1の型、射軸の雨。公式の型で刀を両手で持ち突進し相手を突く。射軸の雨とは雨足が強い大粒の雨のことを指します。1の型なので作中では早く登場するかと思われましたが、初使用は未来編での現地視線で使用していました。2の型、逆幕雨。主式の型で刀で水を巻き上げて姿を隠し、体をかがめることにより攻撃をかわします。初使用時はスクアー路線でしたが現地視線でも使用しており、この逆幕雨によって現地視の視界を遮るような形で使用していました。3の型、やらずの雨。公式の型で刀を定外で操る奇襲技。山本は大空戦での戦いでクロームを救い出すために足で刀を飛ばしてベルフェボールの型を貫いていました。不意の奇襲技として使用できますが、使い勝手が悪そうではありますね。4の型、護風獣。主式の型で相手の呼吸に合わせて攻撃をかわします。作中では現地士の段差スペクトロスパだとさらに現地士の生み出した幻覚のミサイルまでかわしていました。5の型、サミダレ。公式の型で通常の剣術でいうところの中切りを放ちながら刀を素早く持ち替え、相手の守りのタイミングを狂わせる変幻自在の斬撃を放つ技。七の型、しぶき雨。主式の型で刀で水を回転するように巻き上げ攻撃を防ぐ。八の型、しのつく雨。公式の型で山本剛が友を助けるために開発した型。
相手の懐に飛び込み鋭い斬撃で突き上げる。作中ではこの死のつく雨が使用が最も多く、スクアーロ戦、ガンマ戦、元気死戦、ヴィンディチェ戦など、山本が戦う際には毎回使用しており、10年後の山本も使用していた型となっていました。旧の型、写し雨。公式の型で山本が雨の守護者を決める戦いで開発した型。逆巻く雨の応用で巻き上げた水に自らの姿を映して相手の注意を引きその隙を突く技。野球好きの山本が開発した型ということも相まって、構えは野球のバッティングポーズのようになっていました。銃の型、スコントロディローンディネ。特殊機の型で10年後の世界で山本がスクアーロの100番勝負の DVD を見て生み出した型。スコントロディスクアーロをヒントにして威嚇していました。ボックスのローンディネディピオッチャを前衛に構え、水をえぐるように巻き上げながら突進する。リボーンとの主要の際にはこの型でリボーンに人たちを浴びせており合格をもらっていました。11の型、別型ディローンディネ。特殊機の型で10年後の世界で山本がスクアーロの100番勝負の DVD を見て生み出したもう一つの型。雨の炎をまとったしぐれ金時で、連続で鋭い突きを放つ。12の型、サダチキリサメ。特殊機の型でボンゴレギアを入手したことで得た新しい型。特殊機と2の型は、大幻覚奥義となっており、キリサメは山本の左の太刀である秋田県の次郎により、太刀の通った空間を匂いで把握して、これによって霧に隠れたデーモンスペードの居場所を特定していました。12の型、うだちキリサメ。サダチキリサメによって嗅ぎ分けた相手をうだちのキリサメで捉える大幻覚奥義。山本の高速の立ち筋にローンディネディピオッチャのボンゴレギアが同調し、無数の斬撃を飛ばす攻撃となっており、この型でデーモンスペードにダメージを与えていました。総集奥義、自由の化、すべてのまとめの型、変速4頭としぐれ総炎流を使い相手の攻撃すべてに鎮静の効果を持つ雨の炎を当てることで、攻撃のスピードを停止に近づけることができます。使用はチョイスでの元気視線のみの使用でしたが、雨の鎮静を生かした最大奥義と言える型となっていました。アタッコディスクアーロ。もともとはスクアーロの技ですが10年後の世界では、10年後の山本も使用しており、後に現代の山本も得得していました。渾身の一撃を衝撃波に変えて相手の神経を麻痺させる衝撃拳。その衝撃波は素手を金属バットで殴られるより強力で、現代の山本は雨属性の死ぬ気の炎を注入した強化版にしていました。以上になります。いかがでしたでしょうか。剣を扱うキャラクターはやはりかっこよかったですね。そしてしぐれ総炎流の剣技の多さに驚きましたね。こんなに多くの技があるとは思ってませんでした。さすが代々継承されていく最強の剣技といったとこでしょう。またこれらを扱いこなせる山本武史の潜在能力にも驚かされます。ヒバリアスクアーロといった名だたるメンツが山本を認めているのも頷けますね。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。